様、こんにちは。こんにちは。第1回のなでしこチャンネルのゲストは、ただいま人気急上昇中の日テレベレーザの選手の皆様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女子サッカー本当にすごくね、巷で話題になって人気になってますよね。で、もともと皆さん の本文自体はもちろん、ね、日々修練をして、で試合に挑むことなんですけれども、本来の活動以外にこのなんかこう、なんていうんでしょう、こう知名度とか人気で活動がすごく多岐に広がってらっしゃると思うんですね。サッカーを知ってもらうっていうことで考えると、やっぱいい傾向だと思いますし、まあその代わり自分たち その試合を見に来てもらいたいっていう、まあ根本のところは変わらないので、まあ来てもらって、やっぱ自分たちがこういいプレーをしないと、まあ、継続していかないなと思うので、サッカーに目が向けられてるっていうのはすごく嬉しく思いますし、その広めていくためにはやっぱりそういうのも必要かなって思うので、ちょっと精力的にやっていこうと思ってます。なさってることが、その地域社会とかこう日本の経済の復興というに関して、なんかすごく力になってることってやっぱり嬉しいことです。そうですね、やっぱり私たちは、まあ、サッカー選手という立場なので、まあ、自分たちにできることはやっぱりサッカーのプレーで、やっぱりそういう勇気だったり元気だったりを見てる人に与えることだと思うので、なんかこう普通のね、こう一般の働くという社会に生きているとすごくストレスがなんかかかってしまったり、そのストレスを自分でクリアするのが結構大変だったりするんですけども、なんかこうそういった自分のなんかメンタルケアのために、なんか佐藤選手どういうことなんですか？頑張よくいいですね。すごく毎日練習の中で汗流されてるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりだけで違う頑張よくの汗と種類が違う、汗かく汗の練習の汗はどういう汗なんですか？汚い根性頑張よくって中から汗が出られてる。そうですよね。デトックスみたいな、美容で美容のグローバルな社会に出たこと、またその、海外の選手と接していく中で、外から見た日本というか、何かこう自分の中で変化があったり。私が知ってる海外のチームは、その寒い時にウォーマーってよくこうベンチコートっていうのを着る時に、そのやっぱり日本とかだと普通にスポーツチームが作ったこういうスポーツメーカーのものを着ると思うんですけど、そのチームはチームで揃ってるその試合の時に着るウォーマーがファーもついてる。ローダスです。急に着始めて、それ試合に行くのに間違えて取っちゃったのかと思って、私服かと最初思ってたんですね。したら全員ファーすごい綺麗に揃ってて、それがチーム用のなんかロングコートだっていうふうに言ってて、海外はその辺も違うなって。なるほど。海外の選手っていうのはミスとか本当に気にしないし、思い切ったプレー、それが成功したらビッグプレーですけど、その文化の差というか考えの差は、なんか日本から出て外を見て、まあ、衝撃というか、なので、まあ、そこもこうなんていうんですか、見るようになったっていうか、すごい、まあ、アメリカの選手とかも、まあ、見ていただけると分かるんですけど、すごい綺麗な人が多い。羨ましいな。大丈夫ですか？ね、いいですよ、若さ。なんか若さ中ね。なんかやったらその足みたいな。サッカーやってたらすごい綺麗なの。今までどうしてもなでしこというと大和なでしこのイメージ、五感がで、こう皆さんの活躍によってすごくいろんなもっとイメージが多岐に広がったと思うんですね。それでもともと皆さんが持っていた、例えばそのなでしこっていう、そのなでしこみたいな女性っていうものへのイメージと、あと、ね、今このなでしこと呼ばれることについてどんな風にお感じになってらっしゃるかなというのを。大学生の頃とか、そのちょっと知り合いみたいな子とかに、なでしこなでしこみたいな、なでしこっていう名前みたいになっちゃったりしたりして、やっぱそういうなんか言いやすさみたいな、なんか AKB みたいなのがあるんじゃないかなって思います。まあ、大和なでしこというのがすごい印象、まず最初に入ってくるんですけど、でもまあ
その、まあ、今なでしこっていうふうに、まあ、聞くとなんか女子サッカーのことが立ってなのかなっていうふうにイメージが変わってきたっていうのは。別に今現なでしこがそうじゃないとは言わないんですけど、なんかその今いわゆる言うなでしこっていうのは、私どっちかって言ったらこう花のなでしこのイメージ、大和なでしこのイメージよりも花のなでしこのイメージの方が近いかなっていうふうに思っていて、まあ呼ばれることとかに関してはなんていうんですかね、そのまあニックネームというか、もともと皆さんに公募でつけていただいたのもあるので、なんかその親しみを込めてまあ呼んでいただけたらいいんじゃないかなというふうに。もうあの花言葉の中にはあの勇敢とか大胆とか慈愛という意味も含まれているそうで、私もたちもなでしこ委員会という命名をされて調べてみて初めて知ったんですけれども、あ、そうなんだ、そういうところですごい今通じ合うものをちょっと勝手に感じたりしました、ね、サッカー最近は本当にサッカーっていうイメージが定着しつつあるんで、それはやっぱいい傾向っていうか嬉しいことです、でまあね、なでしこ委員会って、なんか聞くと、こうなんか、強い女性みたいな。ね、サッカーもいい結果だったし、まあなんかこう、元気な女性なイメージがあるんで、そういう委員会なのかなっていう。ありがとうございます。すごい綺麗な人。いただいたところで、ぜひね、あの、来年の私たちの活動でも、なんか、一緒にご一緒、日本を元気にするためにご一緒できたりしたらいいなと思いました。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで日テレベレーサの皆さんでした。ありがとうございました。